い、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。今回はパドル&ロールから入ります。右のヒールドロップから1、2、3、4、5、6、こうやってつなぎます。1、2、3、4、5、6。この後右足がステップヒール、そのままパドルエンドロールをしてステップヒール、同じこと2回やって、最後こうやって、これを常にワンエンダーやツーエンダーずっと数えてて、ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダー、ファイブエンダーやスリーエンダー、左のワンからワン、今度ヒールシャッフル、ボールで例えばレッドスコア普通のシャッフルですけど、そこをヒールを使ってヒールヒール、ね、このヒールシャッフルって言います。これをパッタ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 ッ1個休んでからブラッシュステップヒールディグ、ブラッシュヒールフラッヒールストップ、これがワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダー、ヒールヒール、ステップヒール。でこの後ステップしてシャッフル、プルバックチェンジしてクランプロールしてドンスタンというふうにつながります。これが5 and 6 and 7 and 8 and 1。ここまでは頭からゆっくりやってみましょう。タタタタセ、ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダー、ファイブエンダーやシックスエンダーやセブンエンダーや、一緒にやってみましょう。タタタタせーの、ワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダー、ファイブエンダーやシックスエンダーやセブンエンダーやエンダーやワンエンダーやツーエンダーやスリーエンダーやフォーエンダーやファイブエンダーやシックスエンダーやエンダーやワン。スリーエンド目からスタンプね、これが終わってワンでワンエンツー。あと今度ステップシャッフル、プルバックチェンジして、でこれを足を外に逃がしながら2回やります。で同じ流れで今度はその後、今まで4つの音だったら5個の音にして、スタンプシャッフル、プルバックチェンジして、あとスタンプじゃなくてステップヒールということで、今度5連が入ってきます。で折り足スタンプをステップヒールに加えて、1つの、ね、カウントの中に4つ5個で、4連が2回、その後5連。で次の1まで使います。そしたら最後の1、1円と少し滑らせながら2円、アクセントスタンプ、ヒルヒル、タタ、これをで今度体重乗らないでということで乗る、乗らないのやってからこのカウントが1円、2円、3円だや、4円だや、5円だや、3回やったら今度乗る、6円なんでね、アクセントつけたら乗る乗らないちょっと難しいかもしれないですね。もう一回いきましょう。1円、2円、3円だや、4円だや、5円だや、6円。そしたらプルバックの反対ですね、プッシュフロントに対して今度ヒールで言います。ヒールヒール、スタンドスタンド、ね、タララ音ですよね、プルバックの。
右左と左右と一緒なんですけど、タラララっていうの前にタララ、プッシュフロントヒールプッシュフロント、でこの最後また難しくて最後に一足と割りたいんですよ。そうタラララタタっていきやすいんですけど、タラララタタ結構ここで、ね、結構最後難しいところかなと思いますけど、3ヘッド目からゆっくりやってみましょう。タッタッせーの、ワンツースリー、一緒にやってみましょう。タッタッせーの、ワンツー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 スタンプ、ステップに入れて5連というかね、そういうリズムの、ね、チェンジすると結構難しいし、まあ、正直あのゆっくりやるのすごい難しいんですけど、少しテンポがもうちょっとやりやすいんですけど、これも一つの技術なんで、ぜひね初めて見たっていう方がいたら練習してもらえればなと思います。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。5、6、7、
右足から全体のリズムを取ってもらえたらなと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。